で、4ページのですね、2番の、異文化コミュニケーションの複雑性というところで、じゃあなんでそういった、なんでそういう考え方をするんだろうこの人はとか、どうして時間守らないのとかですね、どうして何か言ってもわからないのとかですね、どうしてどうしてっていうことが結構あると思うんですけれども、まあ自分の中ではこうハテナハテナハテナというのがたくさん出てきて、じゃあそれがどういう仕組みで起こっているのかっていうのってなかなかやっぱり分かりづらい部分があると思うんですね。もちろん相手によっても違いますし、それはまあ、海外の人に限らずやっぱり日本人同士でもんって思うことって、まあ、あると思うんですよね。まあ、それも含めて、まあ、異文化コミュニケーションというふうに考えたいと思うんですが、そうですね、異文化コミュニケーションというのは結局はその自分の持っている、まあ、文化ですね、考え方とか価値観とかと、相手、話をしている相手の持っている、価値観とか、まあ、考え方の中で起こる、コミュニケーションのギャップです。で、まあ、それがどういうふうに、なって、こう、まあ、衝突みたいなものになるかというと、この下の図に書いてあるんですけれども、これですね、こっちの左の人が何か言いますよね、メッセージを言いますね。でそれが、右の人にとっては違う、この左の人が言った内容と全然違う解釈をしてしまって、自分自身の勝手、まあ、いわゆる勝手な解釈とか、この人なりの解釈をしてしまう。なので、この上の部分、メッセージとメッセージのこの伝達の部分がうまく言っていない。なので、あれおかしいな。私はこういうつもりで言ってるんだけど、こういう背景で話をしてるんだけど、全然伝わってない、響きもしないというようなことが起こります。で、それをちょっと分かりやすくしたのが次のページのセミの話なんですけれども、ここでまあ日本人の A さんと中国人の B さんという人がいまして、A さんが、まあ、ある夏の日、まあ、今日みたいな暑い日ですね、まあ、セミを取りに行ったんだよというふうに中国人の B さんに言いました。そしたら、中国人の B さんは、で、美味しかった?というふうに言いました。で、これはもうお分かりだと思うんですけれども、日本人の A さんは日本というのはこうセミをタモとかで取って虫箱に入れたりとかですね、まあ、子どもたちはそういうことをしますけれども、そのために取りに行きましたということを B さんに、中国人の B さんに伝えたはずなんですが、まあ、中国人の B さんにとってはセミは食べるものだと、いう概念があったので、おいくつ取れたんだ、それは唐揚げにして食べたのかというふうな発想になると。でそこで、まあ、こういうことが起こると日本人の A さんとしては、なんで美味しかったっていう反応が出てくるのっていうふうになって、まあ、ここで異文化コミュニケーションの、まあ、ギャップが衝突というか摩擦、まあ、すれ違いと言っていいかもしれませんけれども、というのが起こってくるということになります、はい。まあ、こういったことはもう本当に今までご経験された中でたくさんあったと思います、私そういうつもりで言ったんじゃないんだけど、なんでそういう話が出てくるのとかですね、たくさんあったと思いますので、分かりやすい話なので